はい、こんばんは、タカです。今日は成人の日ということで、僕のチャンネルはかなり若い方は少ないんですけどもね、成人された方はおめでとうございます。今日はもう東京市場はお休みということで、午前中はかなり動きの方も限定的だったと思います。動きがあったのは5ドルぐらいですかね。ただこれから夜に向けて少し動きは出てくるとは思います。金曜日なんか雇用統計もありましたからね、夜の動き注目だと思います。では今日のドル、まず見ていきたいと思います。こちらがドルインデックス、1時間足に冷やしを重ねています。今見ている環境はもうずっとレンジ相場ですね。特に金曜日なんですけども、雇用統計を受けてドルに売りが入りました。これ本当にギリギリのところまで売りが入りましたから、これ以上売りが入ってしまうと足場の崩れにもつながりかねない、それぐらいの位置になっていたと思いますけども、今日は買いが入っています。なんとか現時点ではサポートの形が見えているということになりますね。ただこれ冷やしですからまだ閉じていません。どうなるかというのはわからないです。特に金曜日に関してはこれ雇用統計を受けた後にドルに売りが入っていますから、今日ですね、欧州税、そしてニューヨーク税が入ってきた時にこのドルがどうなるかですね、売りの方が継続して出てくるのかどうか、これは注目をしていくことになると思います。現時点ではまだレンジの下限抜けてはいません。レンジが継続するんであればレンジ下限から買いが入りやすいと思いますけども、どうなりますかね。金曜日は雇用統計の結果を受けて大きくドルに売りが入っています。今夜はこのドル売りの流れ、ドルの行方がどうなるかというのに注目をしていくことになると思います。はい、変わりましてこちらが通貨の強弱チャートになります。朝から目立ったのがこの5ドルの動き、強かったですね。ただこの5ドル、先週はすごく弱かったです。今週も週が明けてますからね、流れが継続するかどうかをまずは注目したいんですけども、少し反発の形が見えていることにはなります。ただ売りはかなり強かったですからね、多少反発してきてもこれは何もおかしくないわけですけども、さらに継続して買いが入ってくるかどうかは一つのポイントにはなってくると思います。これは多分チャートの方を見た方がね、流れがつかみやすいとは思いますから、この後チャートの方から見ていきたいとは思います。残りの通貨に関してはもうほとんど動きは出ていない、多少円が売られたりもしていますけども、これはもう夜の動き次第でどうとでもひっくり返るとは思います。特に目立った動きをしているのはこの5ドルぐらいですかね。この後はチャートの方からも見ていきたいと思います。はい、変わりましてこちらがドル円の1時間足、冷やしを重ねています。ドル円はもう強い上昇トレンド、ただこのトレンドは一旦流れが止められています。止められたのが116円の1020あたり、上昇が止められていますから下のサポート探しがすごく大事になってきます。さらにはこのトレンドかなり強かったですからね、それなりのサイズの調整は意識はしていきたいところです。そんな中で先週金曜日、雇用統計によってドルに売りが入りました。その影響は大きいと思いますけども、直近の安値を割り込んでいます。ただ今日はこれ安値更新してないんですよね。サポートが見えています。これレートが 115.6050 あたりになってきますけども、じゃあここに何かあるのかどうかですね。これでは見えてこないんですけども、はい、こちらが4時間足、週足を重ねています。大きな環境を見ていくとここですね、ヒゲの先端部分になりますけども、これ実は去年の最高値ですから、僕もここはサポートの候補としては見ていましたけどもね、今回ここで一旦流れが止まってくるんであれば、相場の方はだいぶここを意識しているかもしれませんね。さらには週足を見ていけば高値更新、現在もまだ継続中ですからね、今週も高値はしっかり更新する流れを見ていきたい。ちゃんとサポートが見えてくれば買いが入りやすい、そういった環境はあるのかなとは思っています。はい、1時間足の方に戻ります。これだけの強い上昇トレンド、調整が入るんであればそれなりのサイズの調整を意識していきたいところで、これぐらいのサイズだとまだ僕は個人的に小さいかなとも思ったりはしますけどね、ただまあサポートされるかどうかというのは値動き見ていかないとわからない。今日の値動き、まだこれ冷やし確定してないですけどね、このまま冷やしが確定してくるんであれば115円の50あたりは一旦サポートとして見ていくのは面白いと思います。ただまあ金曜日の夜にはドルに売りが入りましたからね、この流れが今夜出てくるかどうかというのは、これは必ずチェックしていくべきポイントだと思います。ドルが売られればこのドル円も売り圧力かかります。これ安値更新してしまうとサポートも見えなくなってしまいますから、今夜はこのサポートが効いてくるかどうか、115円の5060付近、ここにちゃんとサポートがあるかどうかをしっかり見ていくことにはなってきそうですね。はい、こちらが15分足、4時間足を重ねています。短期的には下落トレンドが見えています。ですから波の反転、しっかりした買いを見ていこうと思えば、この下落トレンドをまずは止めてひっくり返さないといけない。それなりに時間というのはかかるんじゃないかなと思っています。今見えているサポートがここですね、115円の50あたり。
次にこの下を試しに来た時にちゃんとサポート効いてくるかどうかはすごく大事になってきます。対して上の壁は戻りの高値、これが115円の8090あたり、これはもう金曜日の高値ということになりますし、この高値というのは雇用統計でつけた高値です。当然それなりの出来高も伴っていますからね、たくさんの方が注目している高値ということにもなってきそう。この高値を抜いてくると下落トレンドも一旦は止まることになります。波の反転も見えてくる。本格的な買い、例えば直近高値を抜けるかどうかといった動きを見ていこうと思えば、このような高値はしっかり抜いていかないといけない。下落トレンドをひっくり返さないと次の上昇が見えてこないということになります。今はもうこのポイント上下に壁が見えていますから、この辺りを調整レンジとして見ていけばいいんじゃないですかね。買っていくんであれば下から買う、売っていくんであれば上から売る、どういった流れを見ているかは人によると思います。赤い下落トレンドを見ている人はやっぱり売りですかね。戻りを叩く、もうワンサイズ大きな上昇トレンドを見ている方はサポートされたらやっぱり買っていきたいとは思う人、これもたくさんいると思います。それはこれ安値更新しなければ青い波見てくる人も増えてくるんじゃないですかね。この辺りの流れでまあどういったところを見ていくのかということになってきそう。僕自身は 115.5 というのはやっぱり多くの人が注目しているんではないかなと思いますから、反発するかしないかは別にして一旦流れは止まりやすい場所にはなってくるんじゃないかなと思ってはいるんですけどね。今夜はこの辺りの調整の動きをしっかり見ていくことにはなりそうです。やっぱりドル次第の部分もあると思いますからね。今夜のドルの動向、ここ注目をしたいとは思います。はい、変わりましてこちらがユーロドル、1時間足に冷やしを重ねています。このユーロも冷やしを見ていくとレンジの上限、もう本当の高値の高値で引けているんですけども、これ以上買いが入ってくるとブレイクも見えてくる、そんな位置ではあったんですけども、今日は売りが入っています。このユーロドルはなかなかこのレンジの高値から買いが入ってこないですね。今日もしっかり売りが入っています。ただまだこれ冷やし確定しないからわからないですし、このユーロに関してはドルとの逆相関の形がここ最近ははっきり見えています。今日ドル強いんですよね。まあそういった意味でも下への流れが出ているんでしょうけども、金曜日の中ドル弱かったです。強い上昇にもなっています。今夜のドルの動向次第ではまだまだこれわからないと思います。今はレンジの高値の攻防、まだ抜けていないですけども抜けてしまえば買い戻しも入りやすい、そんな環境だと思います。金曜日の夜はドル売り入りましたからね、今日の夜の動き、これはもう注目をしていくことになりそうです。はい、変わりましてこちらがユーロ円、1時間足に冷やしを重ねています。ここ最近の円の動きは本当に大きな動きになっていました。チャートの方を見ていくとすごく強い上昇トレンド、これも4円近く上げているんですけどね。ただここ最近は調整の動きになっています。ちょっと値動きが止まってきました。ただこの調整のサイズ感は少し気をつけたいですね。まあこのような調整で見てもいいと思うんですけども、僕自身はもう少し大きなサイズの調整も意識はしています。まだこれ下の安値を試しに来てくれていないので、どこがサポートになるかというのがはっきりしてないんですけどね。ただ今日の売りを見てもこの上には明らかにやっぱ壁が見えてきたように思いますけどもね。131円の40付近、どちらにしても今は僕はもうこれ調整局面を意識してますから、ある程度レンジは想定していきたいんですよね。じゃあ現在地は高いのか安いのか、レンジを想定していくんであればおそらくこの辺りはレンジの高値圏、高い場所ということになってきますから、やっぱりロングは気をつけたいです。ただチャートはすごく強い、ショートはもう逆張りですね。ですからまあ短期的なショートを見ていくのか、それともしっかり押しを待つ、サポートを見つけてロングをしていくのか、これはスタイルによっても変わってくると思います。ただ今現時点で信頼できるレジサポというのはこの上の壁しかないんですよね。131円の40付近、ですからまあショートしていくんだらこれ抜けてしまったら一旦は撤退というね、分かりやすい壁がありますけども、下のサポートがどうもまだはっきりしてこない、できれば買いたいんですけども、なかなかこう買うためのサポートというのが見当たらない、もう少し時間はかかってきそうかなというふうに思います。現状はレンジの上限です。ロングはちょっと気をつけたい場所ということになりますね。はい、変わりましてこちらがポンドドル、1時間足に冷やしを重ねています。ポンドは本当に強いトレンドが現在も継続中、先週少しこれ調整の動きも意識したんですけども、高値をしっかり抜いていきました。個人的にはまだこのような調整になってもおかしくはないのかなとも思ったりはしているんですけども、ただまあ金曜日高値抜けていますからね、少なくともショートはないかなとは思います。ショートを見ていくんならば一度ぐらい大きな売りを見てからでもいいのかなと思いますから、ロングをしていくか少し様子を見ていくか、ただもしこれが調整になってくるんであれば、このあたりはもうおそらく高値圏ですからね、ロングも慎重にはなってしまいます。今日なんかもこれ金曜高値明確には抜けてないんですよね。かといって売りも入っていませんから、これは夜にもう一度判断ということになってきそうです。
ただ僕自身このポンドの強さは相当強気に今見ていますから、推しが入るんであれば拾っていきたいチャートにはなってきます。サポート探し、これはもう真剣に見ていきたいですね。ただ僕としては今の位置ではやれることはすごく少ないと思いますからね、様子見にはなってしまうと思いますね。下から買っている人は余裕を持って見ていられると思いますけども、現状ポジションがないんであれば焦る必要はないのかなとは思います。はい、変わりましてこちらがポンド円、1時間足に冷やしを重ねています。このポンド円が今の最近の環境にはぴったりハマった相場、円が弱くてポンドが強い、これも8円近くの上昇になっています。現在は流れが止まっての調整を意識して見ていますけども、あまりにもこの調整の幅が小さいように思うんですよね。8円上げた調整が40ポイント50ポイントほどの値幅の調整で済むのかどうか、もう少し大きな調整も意識はしていきたいところなんですよね。ただどこがサポートやレジスタンスになってくるのかというのが全くまだ見えてこない、このような調整になってもおかしくもないとも思いますから、これ少し抜けたからといってね、よし買いだともなかなかなりづらい。ここ何日間か動いてないですからね、明らかに調整の動きではあると思うんですけども、値幅がすごく狭すぎるのが逆にすごく難しくさせているかなと。あまりね、この見えてる高値とか、今見えてる安値とか、こういったのはもうちょっと信頼できないですかね。抜けたからといってトレンドになるかどうかもわからない。この下のサポートもちゃんと効いてくるかどうかもわからない。今見てるこの大きな波のサイズ感とのバランスがもう悪すぎるんですよね。少し分かりにくいチャートになってしまってます。分からないなら様子見、分かるようになるまでしっかり待つのが大事になってくるんじゃないですかね。ポンド円に関しては焦らず行きたいですね。はい、変わりましてこちらが5ドルドル、1時間足に冷やしを重ねています。今日すごく5ドル強いんですよね。ただチャートの方を見ていくと、実はチャートはすごく強くない、むしろ全然弱いんですよね。こういった足場から下の方に抜けた動きが今は見えています。波で見ていくとこのような下落トレンドが見えていますから、この戻りに関してはあくまで調整の戻りですね。どこかで流れが止まれば再度売りを見ていくようなチャートだと思います。ただ全く流れがまだ止まってないですね。金曜高値なんかも抜いていますから、今すぐショートというわけではない。まずはじっくり流れが止まるのを見ていくことになるんじゃないですかね。短期的な下落トレンドも見えていますから、仮に波の反転が起こるにしても、それなりに時間というのは僕はある程度かかってくるんじゃないかなと。例えばここには強いトレンドが見えています。高値も抜けていますからね、押し目買いという形もこれは決してね、間違いではないと思うんですね。実際買いも入ってくるかもしれません。ただ先ほども言いましたように、高値の足場は崩れています。短期的な下落トレンド見えてるんですね。まずはこちら優先です。今の環境はあくまで調整の戻りです。次に押しが入った時にサポートされて反発していくとかね、これぐらいの波のサイズ感は意識して相場の方を追っていきたいです。反発したからすぐにロングだと、こんな波をイメージしていくと、こういった動きも出てくるかもしれませんけども、押しが入った時にね、どうしても苦労してしまうことにもなると思います。現状5ドルはすごく強いです。今の時間も高値ガンガン取ってきてますからね、ちょっと売るタイミングにはないですけども、ただこういった冷やし環境を見ていくと、一旦崩れた後の動きになりますからね、実は大した強さというわけではない。この環境は抑えていくべきかとは思いますね。はい、こちらが15分足、4時間足を重ねています。短期的には少し波の反転も見えてるんですよね。この辺りダブルボトムと見てる方もいらっしゃるんじゃないですかね。ネックも抜けています。強い流れにはなってきそうですけども、ただここには下落トレンドが見えています。まだ戻りの高値も抜けてないですから、流れが止まってしまったら売りなんかも出てくるかもしれません。大きな環境を見ていくんであれば、この戻り売りを見ていくというのも決して間違いではないですね。ただ今は上昇がまだ止まっていません。今日強いんですよね。短期的な上昇をロングで見ていくのも、これは全然ありですから、あとはもうご自身がどの波を中心に値動きを追っていくかというところになってくるんじゃないかなと思います。青い波を意識していくならば、もちろんこれはロングですね。サポート終わってくるまではしっかり買いを見ていきたい。ちょっとこの位置からだと足場が遠いですからね、もう少し近くにサポートは欲しいところですけども、ただまあ強いながらは間違いないと思います。ロングを見ていくのも決して間違いではない。ただ上値が重くなってきたら注意ですね。緑の戻り売り勢が入ってくるかもしれません。これを踏まえて、じゃあ買っていきますか、売っていきますかというところになってきそうです。はい、変わりましてこちらが5ドル円、1時間足に冷やしを重ねています。この5ドル円が冷やしを見ていくと、本当にギリギリのところで先週引けたんですよね。これ以上売りが入ってくるかどうかといったところで、木曜日金曜日とこの下を何度か試したんですけども、なんとか踏ん張った格好。今日は買い戻しが入って直近高値抜けてきました。
このままいけば一旦のサポートにはなってきそうですね。まあ、こうなると高値は見えてますから、上下に壁が見ることになります。まあ、明らかなレンジ相場ということになってきそうですから、まあ、下から買う、上から売るが基本になってきそうですね。もともとが強い上昇トレンドはありますから、特にこの下から買う、これはしっかり見てはいきたいところ。サポートが83円割り込んだところですかね。82円の80とか90あたりになってくると思いますけども、このあたり明確に割ってしまうと、これは波の反転が見えてきてしまいますから、ロングはどうするかというのはこの時点ではしっかり考えないといけないですね。今のこの調整のレンジの加減だと、これはもう安値圏ということになりますけども、割り込んでしまったら次の目標がここになってしまいます。波の起点ですね。そうするとこの位置というのは決して安くはないですからね。むしろ高値圏、高値でロングが捕まってしまう。もうこういったのは本当に避けたいですから、ですからサポート割れた時にどうするかというのが大事になってきます。現時点では僕はこれまだサポートは見てますからね。82円の80、90あたり。このあたりをバックにまずはロングを見ていく環境にはなってきそうです。ただこれはあくまで日足が強ければの話ですね。まだ半分残っていますから、この日足の終値、これもしっかり見ていく必要は出てきますね。はい、こちらが15分足、4時間足を重ねています。ここには小さなダブルボトムが見えています。じゃあこの下には何かあるんですかね。これ日足のサポートがあるわけですね。大きな環境を見ていけば、ここにも波の底がありますから、2回安値を試して今のところはサポートされている。さらにはもう少し小さな波のサイズで見ても2回安値を試していると。サポートが強い形はしっかり見えています。ネックも抜けていますからね。短期的には強い流れを見ていくことにはなるんじゃないですかね。82円の7080、このあたりをバックにロングを見ていく。目標は直近高値ということになってきそうですけども、ただこの上はまあ大きな目線で見ていけばレンジ相場ですからね。一気に上までバーンと買いが入るかというと、それは少し疑問も残ります。特にレンジの真ん中あたりは流れが止まりやすくもなったりもしますから、所詮はレンジ相場、レンジの中の動きですからね。すんなり上がっていくとは思えないですね。上げ下げしながら上がっていく、下がっていく、そんな動きになってくるんじゃないかなと思います。ですからこの真ん中付近のポジションは十分注意はしたいですね。トレードをしていくんであれば上限下限に引き付ける、今であればこの下に引き付けるというところをしっかり見たいですね。サポートが見えている以上、目線としてはロングですけどもね、この位置はちょっと中途半端かなという気はします。特に5ドルなんかは今日強いんですけどもね、まあ、それでもこの位置ですから、慎重になってもいいんじゃないかなとも思います。はい、というわけで、まずは現時点での環境から、5ドル2回が入ってきていますから、5ドルはそこそこ動きが出ています。ただあくまで今の環境、下落トレンドの調整の戻りに過ぎないのかなとは思います。5ドルもそうですね、下のサポートには支えられてはいますけども、今の位置は少し中途半端ですかね。まあ、ネックも抜けてきますから、強い流れのように思いますけども、ただ所詮はこの上というのはレンジ相場ですから、流れが止まってしまったら売りの方も出やすくなってくるんじゃないかなと。真ん中付近は十分注意はしたいです。トレードしていくんだらば上もしくは下に引き付けたいところ。今の位置だとやっぱり下ですかね。あとは今夜のドルの動向、これは注目をしたいです。こういう時の発表以降、ドルには売りが入っています。この動向がどうなるかというのは今のところまだ答え出てないんですよね。これから夜になってドルの方に売りが出てくるかどうかは、これはしっかり見てはいきたいです。そうなるとドル円なんか今日安値更新してはいないですけども、日足を見ていくとまだまだこれ売りの流れが強いですからね。日足これ確定するまでは油断せずに見ていきたいです。あとはドルとの逆相関の形が見えているユーロドルも気をつけたいですね。まだレンジの上限です。ですから売りを見ていくというのは全然いいんですけども、ドルに売りが入ってしまうとユーロには買いが入りやすい。そうなるとブレイクの形も全然あるかもしれません。これも日足はまだ確定していません。今夜はこのドルの動きに注目しながら値動きを追っていきたいと思います。今回は以上になります。大まかな環境認識などは週末の動画でも触れています。概要欄の方にリンクの方は貼っていますので参考にしてください。それでは今夜も頑張っていきましょう。